ハロー YouTube ニハオヨーコアンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけるマッハの、バイリンガルの僕が、皆さんにね、中間ニュースをお届けしようと思います。まあ、特にね、皆さんの生活に、生活っていうか日本に関係のある、ニュースをお伝えしていこうと思います。僕のこのチャンネルね、一応ね、めっちゃくちゃ早いんで、僕バイリンガルなんで、もうバーってこう中国の一応その海外のニュースね、英語のニュースとか中国語のニュースも参考にするんだけども、それとね、中国国内のニュースを照らし合わせて、皆さんに、手早く、ご報告するというスタイルをとっております。まず1個目ですね、チョンシン工事、中心国際っていう、中国のね、チップセットの有名なでかい、会社ですね。多分日本語でね、 SMIC って呼ばれてると思うんですけども、この会社がですね、アメリカ政府から、ブラックリストに入れられるのかな、ブラックリストに入れられて、なんかかもしれないっていうことで、なんか、株価がガスンと落ちて、なんかこう超ピンチだと、そういう話ですね。まあこれね、ずっと言ってた話なんですけども、中国人ね、自分で最新のチップセットを作ったりできないので、作れたところでそのさ、その材料とかをさ、アメリカとかさ、日本が抑えてるんで、なかなか難しいところじゃありますね。はい、次なんですけども、中国国内の賃貸の法律がね、ちょっと厳しくなりました。要はね、大家さんが勝手に、契約書破棄しちゃいけないとか、その大家さんが勝手にその、そのさ、もう借りてる人がいる、物件にさ入っちゃいけないとか、そういった新しい決まりができました。今までね、中国国内って大家に有利なように、できてたんですよね。だからそれがもう変えようという話になってるんですけども、これね、多分ね、これからね、多分不動産の価格、今まで買ってる人、僕がいつもね、話してる、中華メス豚の話は、他の動画で見てください。それでね、今回だからもうどんどん不動産が落ちてきて、その賃貸に移る人がどんどん出てくるんじゃないかなってことで、この賃貸の体系をきちんと整えようみたいな、どうだと思われますね。次ね、これリジャーチャンっていう、香港の、お金持ちですね。多分日本だとリカーシンとか、多分広東語の名前で、呼ばれてると思うんですけども、もう彼もイギリスにいるのかな、香港からさ、資産イギリスかなんかに移しちゃったと思うんですけども。その彼がですね、500億元。500億円っていうと、日本円で言うと、7500億円ですよ。億円の、北京と上海の、不動産売っ払っちゃったそうですね。はい、なんかもう全然違う世界で生きていこうみたいな感じでね、ずっと資産を移していってるんで、その、ね、北京とか上海のね、不動産のプロジェクト、国内の会社が買いましたと。日本人の皆さんにものすごくは関係ないけど、大きなニュースなんでね。はい、次これ超大きいですよ。中国の国務院、国務院ですね、そこがですね、北京で外資のそのインターネットサービス、サービスを開放すると、これね、結構大きなニュースですよ。ただしね、この外資のその株の、比率は50% を超えてはいけないみたいな、そういった話ですね。だからもう海外のその、インターネットサービスの会社をこれから受け入れていくっていうことですね。これね、中国にとって、非常に大きな変化だと思われます。だからもう最近さ、だから要は海外がさ、俺たちにその中国国内でちゃんと商売させないんだったら、もう
俺たちもその中国にその自分たちの国でほら商売させないよってく、話でさ、まあ、どこまでさ開放するかまだ分かんないんだけどさ、じゃあ Google とかさ中国国内で使えんのみたいな、まあ、そういうところ気になるところなんだけども、まあ、とりあえずここに来てその中国の方が、まあ、ネットサービス、インターネットサービスでその外資が入ってくるのを許可したと、そういう話みたいですね。だから、まあ、これからなんか突然なんか開放的に、なっていくみたいな感じですね。ちょっとこれねちょっと期待できる、ニュースだと思います。まあ、中国全体がねいい方向に向かうと、まあ、だから、これでなんかコメントとかでね Google 開放しろよとかなんかそんなん書いてあるんですけどね、まあ、そこら辺はねまだどうにかなるかどうなるか分かんないんでちょっと、観察していきましょうみたいな感じですね。はい、この動画がいいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。